はい、船橋くんチャンネルです。ここに看板 G スタイル、今日ねちょっと軍事のところに遊びに来てるんですけども、なんかね来たら積載車にみんな結構タイヤまあ積みたいじゃないですか。車の中に積むのはちょっとせっかく積載だしめんどくさいってみんな思うと思うんですよ。で俺なんかの場合は積載の煽りのところにガッチャでねロープで巻いて固定して、遠征に行ってるんですけども、それをじゃあもう固定でちゃんとしたものを作ろうと、まあいろいろみんな工夫してると思うんですけど、それのね、ちょうど作成をしてるところに立ち会えそうなんで、ちょっとそれを紹介します。サボってんの？サボってないよ、今3時でしょ。もう休憩だよ。あ、休憩？休憩取れんだでもなんかあの仕事は順調そうで、そうだね、ありがとう。皆様のおかげでございますね。はい、SNS を見てて忙しそうだな。今日昼間ほらなんか LINE でタイヤラックを作るんだって。もう今やってんの？2つ注文入ってて今1つ目。おお、もう作業として受けてるんだ。そう。じゃあこれからもしかしたら G スタイルの1つの定番メニューの可能性も、まあね、需要があれば。そう、じゃあそれをね。でも欲しい人結構いると思います。積載でさ、うん、俺なんで作ったかっていうと、結局車に積める本数って限りあるじゃん。限られる。車内積みたくないってもあるし。そう、まあそれもあったし、うん、で、最初は後ろのこの煽りあるじゃない。うん、そこに縛ってたのね。おうおう。で、あれ、雨の日嫌でさ、あれを全部下ろさないと雨で使わないのに、車が下ろせない。でも前側にラックつけてさ、積んどけば。なるほどね。別にね。で今日はつける積載車、なんかチーム員の車だって聞いたんだけど。そう。でそんなハリちゃんがお疲れ様。じゃあちょっとその模様をね、ちょっと見学させてください。さあベースはねもう出来上がってまして。ルーさんもこれ完成してんじゃないの？ほぼね。あ、ほぼ。まだつけてないから。ああ、そのところはつくんだ。そこから下は全部もう本溶接まで終わってるから。あ、バッチリ溶接は終わってんだ。あ、溶接した後って削ったりするんだ。で、塗ろうかなと思って。上を？じゃあこのアングルは L 字アングルは何のためつけるの？タイヤが横に倒れない。あ、そっかそっか、横を押さえなきゃいけないからか。大丈夫だろうけど、なんか縛るからさ。はいはい。ここにフックつけて。あ、ちゃんとガッチャで縛るから。ガッチャで縛るようには。できるんですね。ちょっと溶接してるとこ見たいな。なんで嫌そうなんだよ。嫌そうにすんなよ。だから下に転がってんじゃん。今やってたよ。さあちょっと郡司さんの溶接見学します。お、やる気出してきたね。あのね、やっぱり溶接やるときマスクしないとダメだなと。え、なんで？今日調べたんだけど、俺ね、なんか昨日一日溶接してたら鼻血が出たのね。マジで？で、前にも出たことあって、で、ちょっと調べたの、昨日の夜、心配になって。そしたら、そんなのがあるらしくて、溶接ヒュームとかって、なんか溶接した時の、溶接ヒュームっていうのって。ヒューム？ヒューム。ヒューム？ちょっと下にテロップ出しておきます。そう、まあ、調べれば出てくる。じゃあ鼻血出ちゃうのはそれのせいだったんだかなと思って。そもそもさ、お面とかやんじゃないの？お面やるよ。あ、お面やるし、中にマスクもするんだ。そう。あ、なるほどね。昨日、まあ、普段あんましないんだけど、ちょっと溶接くらいならいいけど、こんだけ。ああ、たくさんやるとね。うん。そっかそっか。大変なんだな、溶接も。うん。マギちゃん、それ、感電しないの？感電しない、大丈夫だよ。あ、そうなんだ。怖いね。これは仮溶接だ。え、前見えなかったの今。いや、上げたままで。これ取り直し、テイク2。え？さあ、郡司さんがね、せっかくお面したのに、なんかね、サングラスみたいになってる部分をね、下げてなかったみたいで。中に向かってやってる。あ、全然引っ張らない。これね、ちょっと隙間が空いてるから、やりにくい。っていうだけ。おぉ。あ、ほんとだ。そこをうまく合わせるわけだ。まあ、携帯越しでね、見る分には、溶接の光大事だけど。で、もうあと本溶接、ね、あとはバチバチやっていくんだ。さあ、溶接関係がね、一通り終わったみたいで、今度はね、ベルトを固定するための引っかかりの部分をやるみたいです。これあれだね、ボルトナットとかで止めるんじゃなくて、もうあれなんだ、溶接もバチバチにやるわけだね。ボルト
とナットでもいい、どっちでもいいだろうけど、溶接用なんで。これ奥にね、置いてある、これ。これですよ。もともとの材料は、こういうね、長い、なんだろう、こういうの、角材っていうのかな。多分ホームセンターとかでかいとこ行きゃ売ってんだろうね。こういう、この字型のやつとか、この L 字のアングルみたいなやつとか、あと、単純に角パイプとか、そういったものをいろいろ組み合わせて、こういう形にして、で、下にキャスターをつけてんだね。キャスターのところも、そっか、ああやって下、キャスターがついてるとさ、一人で転がせるからいいよね。あー、なるほどね。結構な鉄の量を使うね。すごいな、もう、もりもり。穴も埋まってる。かー。溶接ってすごいな。さあ、両側ともガッチャのね、止めるところが完成して、本溶接も周りも全部 OK になりました。ね、そして今、煽りを下ろして、これから乗せて、どんな感じなのかをちょっと見ていくところです。これは楽しみだ。やっぱキャスターがついてるとね、動かせるのは簡単でいいな。タイヤ積んでもね、そんな重たくないだろうからな、動かす。下が砂利じゃなければね、全然いけるでしょ。さあ、このままよっこいしょで行くそうです。持ち上がんだな、すげえな。意外と重たくないんだね。そう。床平らなんだけど、平らじゃないんで、いろいろ。あ、その下が、うん、こっちが平らじゃないから、へこんでて、向こうがかさ増しされて、あ、で、それ高さを合わせて、ちょっとこれで合わせて、うん、なるほどね。ってことは、この平らく作るときってさ、原車合わせ必要だね、絶対、うん、なるほど。石体を持ってきてもらってだね。で、あっかりて、そういうことだ。これは、あとどうやって固定するの？俺のはね、ここに止めちゃったんだけど、ここからステー出して。あー、なるほど。で、あくまでボルトの後で取れるようにするんだね、うん、この車の場合はこっちじゃないかな。こう、こういうのを表か。なるほどね。こっちの方がいい。抜けない、抜けない、抜けないから、これから。俺分かんなかったけど、この下のねパイプ真ん中に通ってるのは、これね、下の段はタイヤを置くわけじゃなくて、フロントバンパーがこの位置に来るということで奥にあると。だから手前側でパイプを溶接してないみたいです。で、上はね、もちろんタイヤ積むんで、まあ四隅に各パイプが来てるという感じです。いやー、これすごいね。あとはこういう素材によって違うだろうけども、まあどう固定するか、まあそれを相談中です。積載って違うね。ちなみにね、郡司さんの積載はどうなってるかっていうと、ちょっと見に行ってみましょう。さあ、郡司さんの積載に来ました。これ俺のはね、積載買った時にもうだから4年ぐらい前か、作ったの。4年ぐらい前、うん、あ、そんな前に作ったんだ。そうで、一人で作ったから、結構寸法狂った。まあ結構間に合ったんだね。で、その固定を、あ、横にこうやってついてんだ。そう、俺のはここに。で、床もフラッ、ほぼフラットだったから、そっかそっか、置いた状態でこれ。あー、で、ボルトナットで外せるように、うん、なるほど。あー、で、やっぱりここもついてるね。うん、まあ同じやつ。これで、あー、で、工具箱も置けるし、下は、うん、そっか、何かといろいろできんだ。作った構想はもう基本的にこれと一緒だね。そうだね。あー、俺のはキャスターないけど。あー、まあまあ転がせた方が便利な人はキャスター付きで。そう、もう一件言われてんのもキャスター付きがいいって言われてる。あ、そう、うん、じゃああれだね、その人のリクエストによって。そうだね、まあ部品代と手間がちょっと変わるかなっていう、うんうん、なるほど。さあ、そしてこちらでは、そのタイヤラックを積載に固定するためのアングルを切り出してます。あれ、これ火花めっちゃ出るパターンか。ここでカメラ構えてた。まあでも確かにさ、カメラは痛くも痒くもないからさ、そのアングル見てみたいっちゃ見てみたいな。カメラ壊れねえかな。さあ、 L アングル、 L アングルなのかな、切り出したものを当てがってます。で、ここを溶接しちゃえば、ここボルトナットで。ああ、なるほどね。完璧です。はい、もう一回切ります。これはもう一個あればいいわけだ、うん。さあ、結構重いもん、ね、いよいよ荷台が降ります。まあ、いよいよ降りますっていう言い方も変だけど、
さあ、そして大丈夫か、あ、大丈夫だな、固定されてなくても倒れないもんなんだね。ストッパーついてる。あ、ストッパーで止まってんだ。なんだ、びっくりした、俺もう絶対倒れると思う。さあ実際に落ちた。さあ実際にね、ちょっとここで位置を見ながら溶接をしていきます。さあ溶接機の大移動が始まり、先ほどのアングルを溶接すると。あ、なかなかな作業になりますな。溶接する場所だって持ってても大丈夫なのが意外だった。あっちあっち頭にきた痛い、飛んでくるよね、うん、もう一箇所だけさ、ハゲんじゃないの。あとはビーッと、ね、外してこれを反対側もやっていって本溶接に入ります。さあ下穴開けが始まりました。このサイズにね、開けると結構大変だよな。結構なね、強固な掛け材なんで。さあこれで下穴を開けた上で、だんだん大きな、ドリルで穴を開けていくという感じです。さあ反対側の本溶接が始まります。いやー、いろいろあれだな、なかなか大変だな。これ積載によって荷台の状態って違うから、結構これ大変な作業だな。これ溶接ができる人でも多分自分でやりたくないって人も結構多い気がするな。これだとかなりの手間があるな。まあなんかね、今後郡司さんもこれを作業メニューの中のね、一つに入れようかなと思ってね、まあ、いくらでやるのか後でちょっと聞いてみましょう。これは大変そうだね。何喋ってんだお前って顔したな。ちょっとね、落ち着いたらまた話聞いてみましょう。さあ、穴開けのね、加工がまだ続いてますが、あとはね、このステーを結局、この積載のね、鳥居みたいなところに、まあ固定をすればね、動かなくなるので、まあもう完成間近という感じです。具体的にね、郡司さんにはね、いろいろ期待点があるから、ちょっと一回ここでね、話聞いてみましょう。いやー、もうほとんど終わりになったね。いや、結構大変だよね、作るの。確かに原車合わせがさ、かなり大変だよね。 あれを何、例えばじゃあ郡司にお願いしたいってなったら、いくらぐらい考えてくる。結構材料が、値段が結構上がってるんで。どうだろう、材料代がまずどれぐらい見えたらいい？3万円あれば足りるかなって、うん、で、そのほら溶接して今みたいにとりあえず、うん、捨てる作業費が、マスターあるなしとかでも3万円から5万円、ね、3万円から5万円ぐらい。まあそうか、キャスターがあるないでも違うっていうか、あと電車合わせがそんなにね、やってみないと分かるよね。で、あれを何、きれいにほら塗装してほしいとかって人もいると思うから、まあ、塗装は一応あのちゃんとガンで塗って、うん、色にもよるよね、色にもよるけど、普通の色だったら2万5000円くらいかな。まあ、まあ、それでまあ好きな色に、まあ特殊な色は別として、うん、まあそうするとまあまあ10万弱ぐらい見れば、うん、一般的なのだったらまあいけるかなと、うん、まあじゃあ要は相談だね、まずはね、うん、実際積載見てみないと分かんないもんね、うん、じゃあ欲しい人がもしいたら、結局積載の床が平らじゃない場合もあるし。そうだね、今回の積載額いろんなところにフックが溶接されてたり。ああ、それは言えてる。まあまあでもなんだかんだ便利だから。ああ、いや、これはあった方がいい、楽だと思うよ。で、今ほらサーキット行ってみれば分かるけど、ほとんど積載できてんじゃん。多いね、ほとんどの人が多い。そうすると依頼が来る可能性は高いね。待ってますよ。はい、どうだったでしょうか。いろんな人がね、自分で作ってそういうね、アングルでやってるとは思うんですけど、結構キャスター付きのこれは割とね、定番になるような気がします。どうですか、積載持ってる人みんなね、何かやってると思うんですよ。タイヤ持ってるの大変だから、きっと車内に全部が全部積んでるっていう人の方が少ない気はするんで、まあそういう便利な作り込みをして自分の城をね、完成させていただければいいんじゃないかなと思います。まあじゃあ郡司さんのところにね、仕事来るといいね。あれ？え？俺は待ってるんだよ。あのまあ力がないような返事でしたけど、まあそんな感じで、またなんかね、こういうところで G スタイルで面白かったらまたお届けしてきますんで、よかったらご視聴ください。また明日の夜9時にお会いしましょう。今日は以上です。さあ、ハギちゃん、ついにタイヤラック
実用ね。できました。しかも色も塗って綺麗になったね。なったね。で今日初めて使う日、今日初めて、そう初回。おこのフックがいいよね。上に7本ぐらい詰めるのかな。上に7本ぐらい詰める。このチャールだね。ここの下もなんかさ、物なんかね、置けるようにしたり、置けるようにして、いろいろ夢広がんなこれ。まあ一応ね、あのちょっとおまけで実際に使ってるところをね、撮りたかったから。ああ、いえいえ使えます、全然使える。いいね。車に荷物を積まなくていいから。ああそこ便利だね、うん、もうここの固定も全然大丈夫そうだ。あ、こことこことここ、ここか、そっかそっか。いやありがとうございました。いえいえ、チャンネル登録よろしくお願いします。